はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、シリウスです。というわけで今回は世界大会でね使われるであろう武器たちを、5つ紹介していきたいなと思います。今回ね解説アーダコータっていうよりかは、まあ、ざっくりと紹介だけやっていこうと思うので、テンポ早めにやっていきたいなと思います。全部でね5つ紹介するわけなんですけど、これは、WSOW 世界大会に出るプレイヤーたちがランクとかあとスクリームとかで、めっちゃ使ってる武器ですね。それを、まとめた感じとなっております。でカスタムに関しても、ざっくり紹介していきたいなと思うので、もし詳しく知りたい方は、ロードアウトを調べてみるといいかなって思います。でまずは、見えてるこの2つから紹介します。メイン武器として、2つ、カスタフ762とあとはラハマンサブとなってます。これが今のところ比率としては一番多いかな。加速762は、なんで、ね、使われているかというと、バトルライフルで、これまで使われていたクローネンスコール、これが弱体化したことによって、使用頻度がめっちゃ上がってます。でラハマンサブは今まで通り、近距離において TTK が一番早いので使われてます。一応ねラハマンシュラウドかな、通過武器の方が早いんですけど、バーストでリロンチを出すことがほとんどできないので、こっちのねラハマンサブでやってます。でカスタムがちょっと変わっててね、この FT モバイルストックかな、これが強化入って今のところはこんな感じのカスタムが使われてます。バレルとかが結構自由かな。であとホロッポで、レーザーとかストックこんな感じでやってます。でカスタム762はこんな感じで、高速弾つけるタイプと、あとは、高速弾外してエフタックリッパーをつけてブレを軽減するタイプがあります。でサイトとあとは、マズルの部分、ここが結構お好みかなっていう感じです。これがまず2つ、カスタム762とラハマンサブとなっております。続いてはこちらシグナル50と ISO45 となっております。シグナル50、これはカスタム762に、次ぐかそれ以上に使われてるかな。これもめっちゃ使われてます。これなんで強いかっていうと、2発キル可能っていうのがめちゃくちゃ強くて、セミオートのスナイパーなんですけど、頭とか胸に入れると2発キル可能っていうことで、サーマルと組み合わせて遠距離でも、めちゃくちゃね速いスピードで敵を倒すことができます。あまりに強いんで結構これねバンしろバンしろってプレイヤーたち言ってたんですけど、結局運営の判断では、バンせずにやるってことで、世界大会でも使われるかなと思います。カスタムはこんな感じですね。大体これかな。高速弾つけて弾速上げて、あとはナイトビューでサーマル、あとはバレルとかね、マゼルとか、ストックつけてって感じで使ってます。でもう一つの ISO45 はこんな感じなんですけど、カスタムに関してはいつも ISO45 で言ってるんですけど、結構自由です。個人によってサイトつけたりとかバレルの部分変えたりとか、ストック違うやつにしたりとか、各々自分の好きなものを使ってるって感じです。ただ、MP5 に比べて結構使用してる人は少ないですね。これが、3つ目と4つ目の、シグナル50と ISO45 となっております。そして最後に紹介するのがこちらクローネンスコールとなってます。加速762の時に、弱体化したと言ったんですけど、まだまだ強いですね。これは他の武器と、まあ、同じぐらいになったっていう感じですかね、トップメタと。なんで未だに使ってる人います。ただ加速762に比べると使用率は低いので、今回、最後の方に紹介させていただきました。まあクローネンスコールのカスタムはねこんな感じで結構王道パターンで使われてることが多いですね。まあサイトの部分がお好みかなっていう感じです。はい、ということでこの5つの武器ですね、加速762、ラハマンサブ、クローネンスコール、そしてシグナル50、 ISO45、この5つが世界大会で使用される武器かなと思います。はい、というわけで今回ね世界大会で使用されるであろう武器たちを5つ紹介していったんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。今までね使われてこなかった、まあ、カスタム762みたいな武器とか、あとは MP5 みたいに今まであったんですけどカスタム変わった武器があったりとかで、結構ね今までとは環境変わってる感じで世界大会を行うと思うので、まあ、そこら辺ね注目して見ていただければなと思います。まあ、こんな感じで自分のチャンネルでは、武器の紹介だったりとか、プレイの動画だったり解説とかいろいろ上げてますので、よければチャンネル登録や高評価などよろしくお願いいたします。そして世界大会もね9月16日に開かれるということで、そちらの応援もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また別の動画や配信などでお会いしましょう。今回はこれにて終わります。お疲れ様でした。バイバイ。